無慈悲なイギリスの古生物学者。しかしこの頃には古生物学ブームがイギリスに渡っていた。1812年、ドーセット州の海岸地帯にあるライムリージスという町で、並外れた才能を持つメアリー・アニングという少女、文献によって年齢が11歳、12歳、13歳とまちまちだが、イギリス海峡に面する切り立った危険な崖に、体長5メートルはあろうかという奇妙な海の怪物の化石が埋まっているのを見つけた。現在はイクチオサウルスと呼ばれている魚竜の化石だった。それが驚くべきキャリアの始まりとなった。アニングは以来35年間化石を集めては観光客に売って暮らした。有名な早口言葉、 She sells seashells on the seashore、 彼女は海辺で貝殻を売るは、アニングのことを指しているというのが通説だ。この他にもアニングはやはり海の怪物であるプレシオサウルスの最初の発見者となったり、プテロダクティルスの化石をいち早く、しかも最良の状態のものを見つけたりしている。これらの生物はどれも厳密には恐竜ではなかったが、当時は恐竜がどういうものか誰も知らなかったので、その辺は大して問題にならなかった。かつて世界には今いるどんな生物とも著しくかけ離れたものが住んでいたということが分かっただけで十分だった。アニングは化石の在りかを見つけるのがうまい、並ぶものがない腕前だったばかりでなく、見つけたものをこれ以上はないという細心の注意を払いながら、全く傷をつけずに採取することができた。あなたにもしロンドンの自然史博物館を訪れる機会が舞い込んだら、ぜひとも古代の海生爬虫類の部屋を覗いてみるようお勧めする。それというのも、この若い娘がほとんど独力で何の変哲もない道具を使って、およそ不可能に近い状況の中で成し遂げた仕事のスケールの大きさと見事さを実感するには、それしか方法がないからだ。プレシオサウルスだけでも忍耐強い発掘作業に10年の歳月を要した。習ったわけでもないのに、アニングは上手に化石のスケッチを描くことができ、特徴を細かく記して学者たちに渡していた。しかしそういう特殊技能に恵まれながらも、重要度の高い発見は稀にしかなく、結局アニングは人生の大半を貧困のうちに過ごした。古生物学の歴史の中でメアリー・アニング以上に不遇を囲った人物を思い浮かべるのは難しそうだ。しかし実のところ一人、それにごく近い境遇に甘んじた人間がいた。名はギデオン・アルジャノン・マンテル。サセックス州の田舎医者だった。ひょろりとした体つきで、性格は欠点の塊のような、うぬぼれ屋で自己陶酔型、口やかましく家族を顧みない男だったが、古生物学に一心を捧げた愛好家としてマンテルの右に出る者はいなかった。夫思いでよく気がつく伴侶を得た点では運のいい男でもある。1822年、マンテルがサセックス州の田舎で往診に出ていた時のこと、マンテル夫人は近くの小道を散歩中、道路の穴を埋めるために盛られていた荒石の山の中にへんてこなものを見つけた。大きさは小粒のくるみくらいで、反り返った形の茶色い石だった。夫が化石に興味があるのを承知していた夫人は、その石もそうかもしれないと思い、持ち帰って夫に見せた。マンテルは一目でそれを歯の化石だと見て取り、しばらく調べた結果、歯の持ち主が草食性の爬虫類で、体長数メートルと極めて大きく、しかも白亜紀に生きていた動物であることを確信した。すべてマンテルの推察通りだったのだが、まだ誰もそういう動物を見たことはおろか、想像したことすらなかった頃の話だから、マンテルが導き出した結論はかなり大胆なものだった。自
自分の発見が過去に関するこれまでの理解を完全に覆すことになると悟ったマンテルは、友人であるウィリアム・バックランド氏、大学ガウンの、そして何でも食べてみるあの先生だから慎重に進めるよう促されたこともあり、自分の結論を補強する証拠探しをコツコツと3年間続けた。現物をパリのキュビエに送って意見を求めたが、かの偉大なるフランス人はこれをカバの歯であるとして、さっさと片付けてしまった。キュビエは後に平身抵当して、鑑定名人らしからぬこの誤りを詫びた。ある日、ロンドンのハンター博物館で調べ物をしていたマンテルは、たまたま知り合いの研究者と会話を交わすうちに、レイの歯がこの男の研究している動物の歯にとてもよく似ていることを知らされた。南アメリカのイグアナだった。急いで比較した結果、類似が確認された。こうしてマンテルの生き物は全く何の関連もない日向ぼっこ好きな熱帯のトカゲにちなんでイグアノドンと命名された。マンテルは王立協会に提出する論文を用意した。ところがオックスフォードシャーの石切り場で別の恐竜が発見され、ちょうど正式な記載が済んだばかりと分かった。しかもその記載者はマンテルに請求にことを進めないよう促したあのバックランド氏だった。恐竜名はメガロサウルス。ちなみにその名前をバックランド氏に提案したのは、後にパーキンソン病の直屋となる過激派の友人、ジェームズ・パーキンソン博士だった。バックランド氏は何よりまず地質学者であり、そのことはメガロサウルスに関する研究にも現れていた。ロンドン地質学協会機構に寄せた報告書の中でバックランド氏は、この生物の歯がトカゲのように顎の骨に直についているのではなく、ワニと同様歯槽に収まっていたことを特筆している。ところがそこまで分かっていながら、バックランド氏はそれが何を意味するかということ、つまりメガロサウルスが全く新しいタイプの生物であるという事実を見落とした。だからバックランド氏の報告書には鋭い指摘や洞察があまり見られなかったのだが、それでも初めて発表された恐竜の記述であることに変わりはなかったから、はるかにその栄誉を担うにふさわしいマンテルではなく、バックランド氏がこの古代生物たちの最初の発見者となった。その後の人生でも失望につきまとわれるとはつゆ知らず、マンテルはせっせと化石を探し続け、1833年にはやはり大物のヒラエオサウルスを発見した。ながら石切港や農民からも買い集めて、おそらくはイギリス最大の化石コレクションも築き上げた。マンテルは名医であるとともに骨探しの方もそれに劣らぬ手腕の持ち主だったが、2つの才能を同時に維持していくのは無理だった。収集熱が高まるにつれて医療の方がおろそかになる。すぐにブライトンにあった自宅のほとんどを化石が占領し、収入の大半を化石が食い尽くした。残りのお金も大方は誰も所有欲の起きないような本の刊行に振り向けられた。1827年に出版されたサセックス州の地質の解説 Illustrations of the Geology of Sussex はわずか50部しか売れず、300ポンドの持ち出しとなった。当時としては容易に諦めきれない体験だ。切羽詰まったマンテルは自宅を博物館にして入場料を取ることを思いつくが、後になって金が目当てのそういう行為が学者としてはもちろん紳士としての自分の地位を損なうものであることに気づき、訪れる人には自宅を無料で開放することにした。毎週何百人という人々がやってきて、マンテルの医療と家庭生活はめちゃめちゃになった。やがてマンテルは借金を清算するためコレクションの大半を売却せざるを得なくなる。ほどなく妻が4人の子供を連れて家を出た。驚くべきことに、
マンテルの災難はまだ始まったばかりだった。ロンドン南部のシデナム地区にあるクリスタルパレス公園に今では見向きもされなくなった異様なものが立っている。世界で初めて作られた等身大の恐竜の模型だ。最近は訪れる人もめっきり少なくなったが、かつてはロンドンでも一二を争う人気の呼び物だった。事実、リチャード・フォーティが述べているように世界初のテーマパークだったのだ。模型には厳密に言うと間違っている箇所が少なくない。このイグアヌドンは親指が鼻の上にスパイクみたいに乗っかっているし、頑丈そうな4本足で立っているせいで、まるでずんぐりとして不細工に大きくなりすぎた犬のように見える。生きている時のイグアヌドンは四つ足で薄くまったりはせず、二足歩行をしていた。今これらの模型を眺めても、神奇で鈍重そうなこの獣たちが、よもや大きな恨みや敵意を買うとは思えないのだが、実際はそうなった。おそらく自然史の中で恐竜と呼ばれる古代獣の系統ほど激しく永続的な憎しみの的となったものは他にない。恐竜模型が建てられた頃、シデナムはロンドン郊外にあり、その広々とした公園が著名なクリスタルパレス水晶宮を再建する場所として最適だと判断された。水晶宮は1851年の大博覧会の目玉となるガラスと凍鉄でできた建物だ。当然ながらシデナムの公園はこの水晶宮の名前を冠することになり、コンクリート製の恐竜はいわば客寄せとしてのおまけだった。1853年の大晦日、科学界のそうそうたる面々21人が集う有名な晩餐会が完成前のイグアノドンの内部で開かれた。イグアノドンを発見し、その正体を突き止めた男、ギデオン・マンテルの姿はそこになかった。食卓の定席に座っていたのは、歴史の浅い古生物学会に現れた最大のスターだった。リチャード・オーエンという名のその男は、数年前からギデオン・マンテルの人生を人工で満たすことに精を出し、成果を上げていた。オーエンはイングランド北西部のランカスターで育ち、医者になるための教育を受けた。天性の解剖学者で研究に打ち込むあまり、時折死体から手足や臓器、その他の器官を不法に持ち出しては、家でたっぷり時間をかけて解体していた。一度自分で切り離したばかりのアフリカ系黒人水夫の首を袋に入れて持ち歩いていたところ、濡れた丸石に滑ってうっかりその石をその首を落としてしまったことがあった。オーエンがぎょっとして立ちすくむ中、首は小道をバウンドしながらどんどんオーエンから遠ざかり、ある田舎屋の空いていた戸口から居間に入って止まった。胴体のない首が足元に転がってきたのを目にした住人たちは、とっさに何を思ったかはもう想像の領域だ。すぐその後、そのすぐ後、おそらく誰の頭の中にも恐ろしい結論が像を結ばないうちに、緊張した面持ちの青年が駆け込んできて、黙って首を拾い上げるなり飛び出していった。1825年、21歳になったばかりのオーエンはロンドンに移り、ほどなく法律外科大学の仕事を手伝って、膨大ではあるが乱雑に放置されていた医学用解剖学用の標本を整理することになった。大多数は結出した外科医で医学的な器物の悪ことない収集家だったジョン・ハンターの研究所にあったものだが、ハンターが亡くなって間もなく各収集品の重要性を解説した書類が紛失したことが大きな原因で、目録もなければ整理にも手がつけられていない状態だった。オーエンは推論と系統だった思考力を遺憾なく発揮したと同時に、解剖学者としても直感を働かせての復元作業にずぬけていて、
パリのキュビエにも匹敵する力を持つことを示した。動物解剖の達人となり、ロンドン動物園で死んだ動物を優先的に選ぶ権利を得たことから、さまざまな動物を検査のために自宅へ届けさせていた。ある時、オーエンの妻が帰宅すると、昇天したばかりの際に玄関ホールをすっかり塞がれていたこともあった。オーエンはあっという間に、動物であれば生きているものもそうでないものも、新たに発見されたカモノハシやハリモグラをはじめ、他にも有袋動物から数奇な運命をたどった飛べない鳥ドードーやマオリ人に食べ尽くされるまではニュージーランドをうろついていたモア、狂鳥という大型の絶滅種まで、あらゆる種類に精通する一流の専門家となった。1861年にバイエルンで発見された始祖鳥を最初に照述したのもオーエンなら、今は亡きドードーについて最初に碑文を書いたのもオーエンだった。全部合わせると600本強に上る論文を書いている。驚異的な生産量だ。しかしオーエンの名が後世に残ったのは恐竜の研究によってだった。オーエンは1841年に恐竜類ダイナソーリアという用語を作った。意味は恐ろしいトカゲ。妙に不適切な呼称だった。私たちも知る通り、恐竜が全て恐ろしいものだったわけではない。中にはせいぜいウサギくらいの大きさで、おそらく極めておとなしい性質だったと思われるものもある。それに何より大きな間違いは、恐竜がトカゲではないことだ。トカゲは系譜的にももっとずっと3000万年ほど前からいた一族だ。オーエンは恐竜が爬虫類であることを重々承知していて、まさにその意味にかなうギリシア語のハーペトンまで用意していながら、どういうわけかそれを採用しなかった。もう一つの当時の標本の少なさを考慮すれば、まだしも許される間違いは恐竜類が1群ではなく2群の爬虫類、骨盤が鳥のものに似ている長板木とワニの骨盤に近い竜板木から構成されていることを見落としている点だった。オーエンは外見でも気象でも人を引きつけるようなタイプではなかった。30代後半の写真を見ると、痩せこけて意地の悪そうな顔をし、さながらビクトリア朝時代のメロドラマに出てくる悪役といったところ。猫っ毛を長く伸ばし、目はギョロリと飛び出している。赤ん坊が泣き出しそうな顔だ。態度は冷たく傲慢で、野望を実現するためとあらば悪事も厭わなかった。オーエンはチャールズ・ダーウィンがただ一人嫌ったと言われる人間だ。実の息子、その後すぐに自殺でさえ父親の嘆かわしい薄情さを口にしている。解剖学者としての紛れもない才能ゆえに、オーエンの露骨極まりない不正行為がまかり通ってしまう部分もあった。1857年、博物学者の T.H. ハクスリーはチャーチルの医学界名鑑チャーチルズ・メディカル・ディレクトリーの新刊をパラパラとめくっていて、ふとオーエンが国立鉱山学校の比較解剖学と生理学の教授であると知る記載されているのに目を留め、びっくりした。それは自分の肩書きだったからだ。なぜこういう初歩的な間違いが生じたのかをチャーチル社に問い合わせると、経歴はオーエン博士本人から提出されたものだという答えが返ってきた。また仲間の博物学者であるヒュー・フォークナーは、自分のある発見をオーエンが我が物として語っているところを目撃した。他にも標本を貸しても借りた覚えはないとしらばくれるオーエンに対して非難の声が上がっていた。オーエンは女王の歯医者との間にも歯の生理学をめぐって
激しい言い争いを起こしていた。オーエンは気に入らない人間をためらいもなく追い落とした。学者になって間もない頃には動物学協会での自分の影響力を用いてロバート・グラントという青年を除名させている。自分と同じ解剖学者として頭角を現しそうだという、ただそれだけの理由からだった。グラントは研究に必要な解剖標本の貸し出しを突然拒否されて仰天した。作業の続行がかなわなくなったことでグラントは当然ながら意気粗相し、無名のまま一生を終えている。しかしオーエンの悪意の標的になったばかりに誰よりも苦しんだ人間は、不幸続きの悲運に泣いたギデオン・マンテルだ。妻と子供と異業と集めた化石の大半を失った後、マンテルはロンドンに出た。1841年、オーエンが恐竜の命名と同定を行うことになる重大な年に、そのロンドンでマンテルはひどい事故に見舞われた。馬車を飼ってクラパム顧問を横切っていた時、どういうわけか御車台から落ち、手綱に絡まったままパニックを起こした馬に凸凹道を猛スピードで引きずられたのだ。その事故で背骨に全治不能の損傷を受けたマンテルは、腰が曲がり手足の自由を奪われた体で慢性の痛みに悩まされながら残る生涯を送ることとなった。マンテルの弱り目につけ込んでオーエンは意図的にマンテルの数々の貢献を記録から抹消しては、マンテルが何年も前につけた種の名前を付け直し、発見の手柄を自分のものとして主張し始めた。マンテルは独自に研究する試みを続けたが、オーエンは自分の力を利用して王立協会に手を回し、マンテルの論文が大方却下されるよう仕向けた。1852年、もはや痛みにも迫害にも耐えきれなくなったマンテルは自ら命を絶った。マンテルの変形した背骨は遺体から取り出されて王立外科大学に送られ、ここがとっておきの皮肉なのだが、大学付属のハンター博物館館長だったリチャード・オーエンの管理下に置かれた。ところが侮辱はそこでも終わらなかった。マンテルの死後間もなく、人目を引かずには置かない無慈悲な文面の死亡記事がリタラリーガゼット誌に載った。マンテルは凡庸な解剖学者であり、古生物学に携わったものの正確な知識に欠けていたせいで、ささやかな貢献をするにとどまったという人物評だった。さらにその記事ではイグアノドンの発見すらマンテルの功績から外されて、代わりに人もあろうにキュビエとオーエンの偉業とされていた。記事に署名はなかったが、書き方はオーエン流であり、自然科学界ではオーエンが書いたことを疑う者はいなかった。しかしこの頃には逸脱行為の波紋がオーエン本人の身にも及び始めた。破滅が始まったのは、王立協会の委員会がたまたまオーエン自身が委員長だったのだが、オーエンに協会最高の名誉であるロイヤルメダルを授与することを決めた時だった。受賞の決め手となったのは、絶滅した野石ベレムナイトという軟体動物についてのオーエンの論文だ。ところがとデボラ・キャドバリーが当時の学会の変遷を巧みにまとめた著書、恐ろしいトカゲ Terrible Lizard で述べているように、この論文には印象から受けるほどの独自性が なかった。ヤイシは4年前にアマチュアの博物学者チャニング・ピアスによって発見されており、詳細が地質学協会の会合で報告済みだった。オーエンはその会合に出席していたのだが、自分の報告書を王立協会に提出する際、その事実に言及し損なった。というより、この生物をベレムナイテス・オーニエイとちゃっかり命名し直していた。
ロイヤルメダルの返還こそ求められなかったが、この一件は王園の評判に永遠に消えない傷を残した。わずかに残っていた支持者たちさえとうとう王園を見放した。やがてハクスリーが王園が多くの人間に与えた恥ずかしめを本人にも味わわせることに成功した。動物学協会と王立協会の評議委員から彼の除名に賛成する票を取り付けたのだ。さらに侮辱の仕上げとしてハクスリーが王園に代わって王立外科大学のハンター教授職に就任した。王園は二度と重要な研究を行うことはなかったが、その後のキャリアを誰の反感を買うこともないある公益事業に捧げた。1856年、王園は大英博物館の自然史部門の長となり、その立場からロンドンの自然史博物館の創立を推進したのだ。1881年にサウスケンジントンに開館した壮大なロマネスクの石造り建築は、ほぼ全面的に王園の先見性の証だと言える。王園以前の博物館は、主に上流階級が使って自己啓発に努めるためのものとして作られていた上、容易には利用できない仕組みになっていた。大英博物館ができた当初、入館希望者はまず書面で申し込んでから簡単な面接を受け、来館を許可されるにふさわしい人物かどうかの査定を経なければならなかった。それからもう一度、今度は入場券を受け取りに行き、無論面接に受かったとしての話だが、3度目にしてようやく博物館に収蔵されている宝物を見ることができた。その場合でもグループごとにせかされながら館内を回るだけで、のんびり見とれていることは許されなかった。王園はあらゆる人を受け入れる博物館を作ろうと考え、労働者にも夜の来館を呼びかけるほどの入れ込みようで、また博物館のスペースのほとんどを一般公開用に充てる計画だった。さらに非常に急進的な試みとして、展示物を見ている人が理解できるよう、一つ一つに説明文のラベルを用意するようにという提案までした。やや意外なことに、これに異議を唱えたのは T.H. ハクスリーだった。博物館は研究機関としてあるのが第一義だという信念を持っていたからだ。自然史博物館を一般が使用できる機関にしたことで、王園は私たちが博物館に抱く期待を一変させたのだった。とはいえ、同胞には空いた精神を示していながら、王園が仲間との競り合いから気をそらすことはなかった。晩年に試みた公的な行為の一つが、チャールズ・ダーウィンの記念像建立の提案に反対するよう働きかけることだった。これには失敗したものの、遅まきながら王園は意図せずしてある勝利を手にした。今日、自然史博物館の正面ホールを悠々と見下ろす階段には王園の像が設置されている。一方、ダーウィンと T.H. ハクスリーの両者は少々目立ちにくい館内の喫茶室に追いやられ、紅茶とジャム入りドーナツのおやつを食する人々をいかめしい顔で睨んでいる。